こんにちは、マグハウスの岡部です。本日は高岡市中穂にある N 様邸をご案内していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず N 様邸ですが、敷地面積が約70坪あります。また建物の延べ床面積が35坪となっております。外壁についてですが、外観の形はいわゆる箱型になっています。素材はガルバリウムを使用していて、白い部分が縦割り、グレーの部分が横張りになっています。玄関周りには木製のサイディングを使用しているので、温かみのある雰囲気も加わっています。少し近づいて見ていきたいと思います。玄関ドアは木目調のものを使用しているので、木製サイディングと相まってより温かみのあるナチュラルな感じが出ています。それでは中に入っていきたいと思います。玄関は広さは 1.5 畳になっています。玄関の東側に大きな窓がついているので、より明るい玄関になっています。では郵便受けに造作の受け棚を作っているので、郵便物が落ちてこないようになっています。玄関を入って正面にはシューズクローゼットがあります。広さは3畳になっていて、可動棚やハンガーパイプがあるので、傘などを濡れたままかけておくことができます。カーテンで仕切ることができるので、お客さんが来た時とかを隠せることができるようになっています。こちらリビングにつながるドアが本物の木を使用しているので、温かみのある印象が演出できます。行きたいと思います。LDK は広さが19畳になっています。形はこういう L 字型になっています。リビングとキッチンダイニングの間に水回りとの動線が入っているので、ちょっと空間としては緩やかに仕切られたような空間になっているので、ヘビーリビングが落ち着けるような空間になっているかなと思います。ここにはリビング収納が入っているので、結構大容量のものが収納できるようになっています。こういう表面に木目調のシートが貼ってあるので、家との統一感を図れているかなと思います。こちらダイニングについてなんですけど、ダイニングはキッチンに猫付けされているような形になっています。そうすることによってより配膳がしやすかったりとか、片付けをしやすいようなものになっています。こちらもペンダントライト素敵ですね。キッチンなんですけど、キッチンの扉とかもこういった風に木目のものになっているので、より家との統一感があるかなと思います。こういった部分は黒いアクセントが入っているので、ちょっと引き締まったような印象にもなります。床材なんですけど、リビングやダイニングまでは無垢の本物の床材を使っていて、樹脂は奈良になるんですけど、こちらのキッチンから向こうはクッションフロアという床材を使用していて、水に強い素材などなので、水はねや油はねも気にならずお手入れしやすいような床材になっています。キッチンにも縦長の大きめの窓があるので、手元が明るかったりとか、そういった効果があります。あとはこちらのカップボードですね。スリット棚が少し低めに設計されているので、より女性の方でも手が届きやすいようになっています。下にはゴミ箱スペースも確保してあります。
と思います。水質があります。この洗面化粧台は造作のものになっていて、カウンターは木製で、ちょっとアクセントに白いタイルが貼ってあります。上には明かり取りの窓が入っているので、自然光を取り込んでより顔色が綺麗に見えるようになっています。その隣にはサンルームがあります。こちら広さが3畳になっていて、こちらも上に横長に明かり取りがあるので、こちらも明るい空間になっています。そしてその隣、一番右奥にはファミリークローゼットがあります。広さは 1.5 畳あります。こちらロールスクリーンで仕切ることができるので、もしお客さんが来た時とかはこちら隠すことができるようになっています。お風呂入る時に服を脱いで、でこちらのサンルームで洗濯機で洗って、そしてファミリークローゼットで収納するという一連の動作が一直線の動線でできるようになっているので、より効率的な間取りかなと思います。こちらが1階のトイレになっていて、と床が木目調のクッションフロアになっていて、本物の木材との統一感というか、そういったものも剥がれているかなと思います。階段下の収納がトイレの中にありまして、そこにトイレのストック品であったりとか、そういったものをしまえるようになっています。それでは2階に行きたいと思います。上がってすぐ右手にパノラマ窓というか、景色をきれいに見ることができる窓がついていて、またその隣正面には山がきれいに見えるような四角い窓がついています。晴れた日にはとてもきれいに山を見ることができます。階段上がって一番初めに左手にお子さんのお部屋があります。広さとしては 4.5 畳の広さになっております。壁が白くて大きな窓を取っているので、とても明るい空間になっています。こちらの収納も1階のリビング収納と同様に木目のシートが貼ってあるので、統一感が測れているような感じになっています。2階のトイレがあります。1階のトイレと同様に床は木目調のクッションフロアになっています。階段を上がって正面の突き当たりには納戸があります。下は3畳になっているので、たくさんの収納できるようになっています。
ちらがお子さんのお部屋になるんですけど、こちらも大きい窓になっていて、こちらは少し収納が多くなっていて、たくさんのハンガーパイプがあって、下も空いているのでクリアケースを置いたりとか、そういったものでたくさん収納できるようになっています。こちらが主寝室になっています。広さは8畳になっていて、はい、寝るお部屋なのでちょっと光があまり入らないような向きになっていたりとか、光を調節することができるようになっているので、より落ち着いた空間で眠ることができるようになっています。主寝室に併設して4畳のウォークインクローゼットがついています。すごい広い空間になっているので、服とかたくさん収納できるようになっています。本日は高岡市中穂にある N 様邸をご案内しました。ぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。またマグハウスではお客様のお家のルームツアーであったり、お役立ち情報を配信していますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。